いや、えっとっとんちゃうねん。なんでやねん、おい。ひろゆきさんのポケ秘密、意味わからんてな、ポケットいっぱいの秘密のコーナーなんでやねん、おい。アグネス、なんでな、何がやねん、アグネス、アグネスちゃうよ、おい。何言とんねん、こいつな。アグネスアグアグアグネスちゃうねん、おい。1972年に作曲家というかコンポーザーというか音楽家というか、せいやだけでゴリゴリやねんな。僕のパートナーである平尾正明先生が香港から連れてきた香港の妖精、意味わからんてん、おい。というか僕の大好きなアグネスチャンさんの名曲ポケットいっぱいのベーシックインカムを乗せて、リスナーが知っている秘密をフランスから紹介していくコーナーなんですよ。聞かされなんで動物とか植物のうんこを食べるといいと思います。いやいや、その売れたユーチューバーに言うてるひろゆきさんの意見か、おい。ラジオネーム、ヒルバレーのひげおやじ。ヒルバレーのひげおやじ。10ミリは1センチ、1000ミリは1メートル、1000メートルは1キロメートル。ああ、数学で習ったやつかな。それってあなたの感想ですよ。事実や、事実や、ゆるがん。それってどう考えてもあなたの感想ですよ。算数とか数学でやるやつや。ラジオネーム、激アツ写像の子守歌。激アツ写像の子守歌。勝間和代、とんかつチャーハンの海に飛び込んだ。何言うとんねんこいつな。ほうちゃうねん。とんかつのカツってカットレットっていう英語から来てて、カットレットってフランス語のコートレットから来てるんですよ。はい、っていうことは実質とんかつの起源ってフランスだよねためになる話。僕が大都会赤羽に住んでるところに行くんですけど、今でもフランス料理としてよく食べて楽しんでます。海回収しろよ。どっちかわからんから、そのどっちの方向性でやるの。高額納税者、税金をたくさん払うの日本だと意味ないっすよ。なんでやねん、おい。要はラジオネーム、高額納税者から来たメールやろ。収入の音っていうの、国民に平等に税金の話するためのやつちゃうから。日本だとインフラも整備されてなくて、高額納税者のメール読んだれや。税金を久しぶりに送ってくれとんねん、ポケ耳のコーナーに。久しぶりに聞いたら、高額納税者さんは高額納税者のメールやないといけないのだけれども、その分ちゃんとした保証を受けられる国に移住した方がいいんじゃないでしょうか。その日本もいて世界2位くらいの税金の高い重税国家なんですけど、スウェーデンなんかは日本より住みにくいはるかに安定してるのと、デンマークは幸福度ランクが世界2位だったりしてるので、日本よりも楽しく暮らせるのではないでしょうか。言うとんのこいつ。フランスも楽しいっすよ。フランスも楽しいっすよ。酒飲んでバカと話してるだけでお金がもらえて時間を潰せるんで。何の笑い方やねんお前それな。ラジオネーム、バイソン、バイソンアゲミ。冷凍エレキギターを冷凍エレキギターと見抜けない人は、いやいや、それ嘘を嘘であると見抜けない人はみたいなやつちゃうの。冷凍だったらションベンを凍らしてつららにするといいと思うんです。いや、それ朱秀益さんの意見やろそれ。ラジオネーム、ハリウッドザコシショウさんの、ユネザールハササメ、ノコユキ、ヌンガリチヌチ、ノコユキやばいな、おい。リネリネリネ、ノメキトリソソ、何とんねんこいつ。ユンダリヒシネコ、ネネネネアヘヨ、アヘヨ。このメールを読んで不快感を覚えた自分に驚いた、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 自分に驚いた。結局うんこ漏らしたんです。うんこ漏らすんかよ。なんでカレイさんと一緒にうんこの出てくるレストランに行くといいと思います。なんでうんこ食わなあかんねん。1000万円チャレンジです。1000万円、2で始まってるで終わる言葉。それはもうひろゆきさんやったら2チャンネル。ほ、それでは正解発表いきます。ニンニク丸飲みした、性格の悪いデブで死んだ魚飲みをしたヒゲオヤジことオイラです。ル、いや、ルだけ後付けやんけ、おい。なんやねんこれな。まあでもたかだか1000万円の賞金ぐらいだったらインデックスファンドにぶち込んだ方がいいと思います。やかましいわ、ボゲー。さあ、2時間お聞きいただきましてありがとうございました。いや、なんなんさっきの。なあ、ひろゆきさん、わけわからんでな。それって粗品さんの関東ですよ。いや、感想みたいに言うな、ボケ。